始めました。それでは2月2日関西大学英語の問題公表いってみたいと思います。いや、いい問題がね結構あったりするんで、これは勉強になるんじゃないかなと思いますね。特に空所補充問題はレベルが高かったんじゃないかなと思いますね。あ、もちろん全部の問題じゃないですね。数問かなり引っ掛けがややこしいというか、これ総計の人たちでも引っかかるだろうなって思う問題があったので、まあそちらですね、一体どういう引っ掛けなのかをね説明していきたいと思いますね。はい、それではまず会話問題ですね。まあこれはそこまで難しくないかなと思いますね。で、an exchange student, Seiji, is looking to buy a printer at the store near his university campus and approaches the shop assistant. ということで、プリンター買いにですね、来たわけですよ。で、hello! って言って、hi, do you carry printers? って言ってますね。はい。出るので、はい、ここに入るのは、how may I help you today? ですね。はい。お店の人のセリフですから、まあ、いらっしゃいませとかってね、訳されたりもしますし、何かお探しですかとかって訳されたりもしますけど、で、これがだから引っ掛けがさ、welcome to our printer store でしょ。プリンターストアよ。まあ、プリンターストアなんか普通ないし、そもそもプリンターありますかって聞かないからね、プリンターストアだったらね。はい、引っ掛けです。We sure do! もちろんあるよっつってね。Do you have one in mind? ですね。頭の中に、はいはい。ね、なんかこれ欲しいみたいなのあるって言って、I'm not really sure what's available. 何が手に入るかわかんないっつってるから答えは D ですね。Well, nothing in particular ですね。はい、特にないよってやつです。で、no worries って言って、こうこうこうだよみたいな説明して、ここの I also want to be able to print color photos on occasion ですね。はい、時々のこの on ですね。occasion と on が相性がいいって問われるから知っといてね。で、その後に I see and do you tend to print a lot on a regular basis? はい、on a regular basis ね。on a 何々 basis。めっちゃ重要。で、I go through printer ink like crazy って言ってるから、いっぱい印刷してるってことがわかるんですよ。なんで、答えは C の、you could say that ですね。まあ、そうだと思うよみたいなね。そうだと言えるよってことです。で、インクのプリンターとレーザープリンターで言ってて、レーザープリンターっていうのがコストエフィシェントであると、長い目で見るとね。で、インクベースプリンターズっていうのはフォトズのですね、写真のクオリティが高い。で、the photos wouldn't need to be anything special ですね。フォトはどうでもいいんですね。Also, I'm on a budget ですね。on a budget って予算があんまないってことですね。on a budget なんで、in that case その場合はたくさんプリントするからレーザープリンターっていう風になるんですね。 That type is better for your situation, I think っていう風に、その状況に合わせた、文脈に合わせたものを選ぶ問題です。でもね、私パソコン売ってた人間だからさ、レーザープリンターって高いよね。女バジェットだったら普通はレーザープリンター進めないからね、インクベースプリンターの方を進めるんですけどね。そんな2024年になって値段変わってんの？いや、普通レーザープリンター買ってく大学生いないけどな。で、OK, could you show me your selection of those? って言って、Of course! って言って、Right this way! はい、こちらですって言って、Let me ask my manager とかね、もう意味わからんし。はい、続いて文章の並べ替え問題ですね。こちら、はい、もう時間、もしやりたい方は止めてやってみてください。で、ポイントがあって、これ一瞬で解ける問題ですね、今年はね。A のところであれば、Ice Hotel っていうトピックが A で出てますね。まあ、A が一番最初に来るだろうなっていうのは予想がつく。で、その後に、そんなにレギュラーホテルのように続かんぜよって言ってるわけですね。持たない。そうですよ。氷、アイスでできてるわけだから溶けちゃうわけですよ。なんで、それがいいですね。In fact, they usually need to be rebuilt every year. ですから、毎年毎年 rebuilt しなきゃいけないんだよ。サマー溶けちゃうわけですよね。で、それが F ですね。It is perhaps for this reason that most people cannot afford to stay. で、rebuild するから高くなっちゃうわけじゃないですか。非常に。で、この値段が書いてあるんで、F の後ろに D が来ると。pay so much っていうのが来るじゃないですか。だからここ、F と D が一番つなげやすいと思いますね。で、D の最後に、この sleeping in a freezing room っていう風に書いてあって、めっちゃ寒い部屋って書いてあるんだけど、それが B につながるよね。sleep in thick furs or sleeping bags っていう風になるでしょ。ここが繋がるっていうのがわかるし。あとは B と C も簡単ですね。B の最後に destinations って書いてあって、C の頭に some countries って書いてあるから、なんで AEFDBC の順になるので、答えは ECZBFD。これはね、今年の問題は一瞬だった。スッと解くことができたなって思いましたね。では、役立つ空所補充いきましょうか。Velcro ですね。Velcro に関しては出たことあるんですよ。マジックテープですね。過去にも出題されたことあるので何度か。まあ、Velcro 自体はアメリカに留学した時に知った単語ですね。僕自身はね。これ、Velcro がそのマジックテープだって分かってないときついよね。最初が by nature ですね。はい。nature と繋がる。次が would spend の would ですね。過去から見た未来です。はい。これ大事ですよ。would になる。で、次が without wondering why it actually happened。
happens、 なんで起こるかを考えないでってことで、あのトゲとかがあるじゃないですか、ここトゲトゲのあの植物が、でこれがくっつく理由がなんでかわかんない、まあそれが原因でそのベルクロってできたんですけど、そうそう、これも同じ内容出たことありますか過去に。で、だ without wondering why it actually happens ですね、なんでそれが起こるのかわからない。で次が where 関係副詞ですね。Another location where トゲトゲのやつがくっついて、で別のロケーションでこうやって落ちるわけじゃないですか。そうやって種をどん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 広げていくわけですね。次は similar to 似ている。あ、hook and eye fastener と似ているよって言ってますね。次がファスナーを指しているので one with many practical uses ですね。はい。で次が文脈で however 入れれば OK しかし。で次が as well as ですね。best materials と ideal size を探すわけですよ。で次は pull apart、ね、必要な時にこう剥がせなきゃいけないんで pull apart ですね。で次いい問題ですね、はい、次は分かんない人も多いよね。 He took out a loan to begin mass producing Velcro ですね、はい、借金するってやつですね。銀行とかからお金借りる時に使うのが take out a loan ですね、はい、これは知らないでしょう、だから知っとくといいですよ、うん、次これもね、いや引っかかるよ、いやだからこの問題ね、ここの10番からがねもうバンバン間違わせる問題。11番が Under Zero Gravity Conditions ですね。これ Under だから Conditions なんですよ。これねスペースって言いたくなっちゃうんですよね、重力がない宇宙だからさ。でもスペースだったらインですね、インゼログラビティスペースじゃないといけない、ね、だから卑怯な問題と思ったけど、はい、で次がベルクローっていうのがこの靴紐のやつに取って代わる、だからリプレイス、簡単ですねこれはね。で次は most impressively ですね、最も素晴らしくですね。次もいいね。Over the なんとか Velcro has developed from a novelty item into your near necessity ですね、はい。ほとんど necessity に変わったってやつなんですけど、これもね、over the years ですね。はい、over the って来てるから。time の場合は over time ですから。over the centuries は経ちすぎでしょ、時間が。そんな昔のものじゃないし。over the days は時間が経たなすぎで。最後は thanks to ですね。はい、Velcro の phenomenal success ですね。ものすごいサクセスのおかげでって。Very wealthy man がお金持ちになったってことです。はい、内容1はそうですね。これも読んでいけばパッパッパッと3択ですから、寛大って。はい、エンジニアだったでしょ。このトゲトゲのやつがくっつくのっていうのは遠くに行くわけですね。プランツがスプレッドするように。だから B。で、次は most important discovery っていうのは the way the hooks work ですね。これは、まあ、how って本文は確か書いてあって。で、4本が in order to develop his idea into an actual product で identify what it could be made from ですね。はい、何からできるのであればいいのかっていうのをいろいろ試しましたね。で、次に5番のやつは、デンスティのやつは、the number of hooks for a given area ですね。そう、一体何個のフックだったらね、一番ベリってちゃんと剥がれるか、強いし、剥がれる。次、some people found Velcro unsuitable for fashion items because ですね。まあ今もそうだよね。ファッションアイテムには使われない。それはクオリティだと思われてないからですね。そうですね。だからね、子供の用品って多いよね。子供だとほら、シューレイス、ね、靴紐じゃなくていい。で便利だからさいいけど、大人になったらだんだん使わなくなるよね。なんかダサいものの象徴になってるじゃん日本でも。でバイオミミクリーは、まあ、もちろん文脈でやれば簡単に B だと分かりますが、ミミックっていうのもね真似ることコピーですからね、はい、トフルでも出てきましたこのバイオミミクリーは、はい、ぜひ知っておいてください。はい、続いて、内容1問題としてはこれはアラブのお話でございます、そうですね。じゃあドゥバイのやつで、まあ皆さんにとっては感覚が分かんないと思いますけど、このクローンっていうのに目がいったと思うんですよ。キャメルをクローンするってね、そう、一コブのラクダをクローンするって言って、で日本にはねそんな砂漠もないからラクダのイメージがないかもしれないんですけど、あのラクダってね大事なものなんですよ。そしてドゥバイの、まあ、超お金持ち王族的なね人たちからするとぶっちゃけね、人間よりも動物の方が位って高かったりするんです。でもこの感覚ってモテないんだけど、日本人はスーパーお金持ちのね王族の人の話で聞いたことがあるんだけど、鷹とかさあるじゃん、ワシとかなんかいうやつとかより、トラとかさああいうのよりも日本人って下なんだって。彼らからするとね、衝撃を受けたことあるんですけど、そういう風に大事なんですよ。だからこれね、動物の、なんでこんな動物のね、ためにって思ったかもしれないですけど、実はそういうバックグラウンドがある。で、スーパーお金持ちになったら、すごい高い高級車とかさ、あるじゃないですか。ジェットとかさ、ヘリコプターとかさ、もうそれの次の段階のレベルに行くと、動物なんだってさ、そこにお金を使うんだって。超絶お金持ちって。最初が runs into ですね。まあ、tens of millions of dollars ってお金来てるんで、だからこの
ランインというのを知る必要はなくても reach 達するだっていうのが分かりますね。次は decline to share its prices ね、はい、シェアっていうのは伝えるわけですから値段を言おうとしなかったって言ってるのでだから A ですね。 not available to the public。 3番目が cell samples can even be taken shortly after the death of the animal ですね。アニマルの後死んだ後すぐに細胞のサンプルが持ってかれるって言ってるわけですね。あ、shortly after 大事なセットフレーズです。はい。では、そのアニマルのセルを使ってるってことなんで C が言えるよね。で、4が With success rates for clone pregnancies at just 10% compared to 60% of natural camera pregnancies。 そうですね。だからそのクローンのやつでやると妊娠するのはたったの 10% である。言ってるので、だから unreliable が近いよね。5番が It might seem a lot of trouble to go to 4 camera。 ラクダのためにね、そんなことすんのってなんでだよって思うかもしれないけど、だから A ですね。多すぎだろその労力で。6番が They が指すのね、まあこれは簡単です。 Arabian camels ね。で、7番が Camels were an essential element in ensuring that life was possible in the Arabian Peninsula prior to the era of oil and gas。 もともとはね、こう運んだりなんだりさしてたわけじゃないですか。それがね、今やレースに使われたりとかさ、美しさを競うやつに使われたりとかさ、そういうのになってるっていう話だったんで、まあ A ですね。8番が Their status、 ステータスですから B ですね。 People consider camels as important for their way of life。 そう、大事なものだと思って、まあそう、食べたりもするしね。昔アメリカで出会ったサウジアラビアの友達はめっちゃキャメルうまいって言ってた。次はオフスプリングだから簡単でしょ。これチルドレンですね。これもう知識でいける。で、10が The two-humped wild Bactrian camel is among the mostEndangered large mammals on the planet, threatened by habitat loss and in interbreeding with domestic camels って書いてるんで、まあどんどん数が減ってるってことだよ。死んじゃってるのもあるし、ドメスティックキャメルと混ざっちゃって配合されちゃって、ワイルドのやつがなくなってるってこと。じゃあ B ですね。Two humped camels are endangered for more than one reason ですね。はい、2つの理由ありますから。まあそうね、この単語がね、多分難しいと思う。Emirates とかさ、そのドバイって言ってたからさ、1週間自分もその時に、まあいろんなね、英字新聞あるからホテルとかで、それいっぱい読んでて、そこで地元紙いっぱい読んで、この中東系の単語いっぱい頭に入れたんで、その時、はい、結構すんなり読めるんですけど、まあ知らないそのガルフのさエリアの単語いっぱい出てくるんだけど、ちょっと難しいと思う。次がセカンドパラグラフ。 Reproductive Biotechnology Center mainly works on reproducing one humped camels ですね。はい、一コブラクダを作って。で、次、アダダンから始まるのは、Replicate Champion Racing Camels。そうですね。美しいビューティークイーンズだけじゃなくて、その、速く走れるやつも作るんでね。で、次が、Cloning Method っていうのは、要するに、Reproduce しないのから作るんだよね。まあ、だからこそ、すごいわけだけどね。で、次は、In My Seam から来てるやつが、People have coexisted with camels for a long time。そうですね。これとか引っ掛けがうまいかなと思ったら、Sacred Creatures とか読んでてそうだと勘違いしちゃう人多いよね。まあ、そうかもしれないけども、殺して食べちゃうからね。昔からね、この移動手段とかにも使われてたし。はい。で、次が Devise Camel っていうのが、これはちょっと難しいかな。Increase the domestic birth rate of camels ね。そうですね。それを増やそうとしてるわけだからね。グローバルの話が書いてあるからちょっと引っかかっちゃうかもね。ワイルドキャメルズを減らすのは明らかにおかしいです。だから、普通のやり方だと、そのクローンだとめっちゃお金がかかっちゃうから、だから、このエンブリオに移すみたいな、そういう話じゃなかったでしたっけ、確か。もうちょっとこれ昨日解いたんで忘れちゃってますけど。次が、6番が Protecting Animal Species in Danger of Extinction。そうですね。はい。これを救おうとしてるわけですからね。で、最後が Success of Camel Cloning has opened the door to the application of biotechnology techniques。そうですね。これやって、どんどんね、増やしていければとか、Endangered Species を救えればみたいな話でしたね。まあこれはクローンに関しては出てくること結構ありますので、文系理系関係なく、ぜひとも知っておいてほしい。で、あとは中東に関する内容ですね。こういうのって知らない人多いので、ぜひとも押さえておくことをお勧めします。はい。どうだったでしょうか。いや、だから、レベル的には、まだちょっと今年の同志社の問題解いてないんですけど、漢学、立命館、関西大学ですね。今んとこ。まあもちろん全日程見てるわけではないですけど、日程によって違うと思いますけど、まあ大体毎年このイメージですけどね、自分の中では。まあやっぱ同志社が一番むずいよみたいな。まあ和文英訳あるんでね、同志社ってね。そういう感じになることが多いかなと思います。はい。じゃあまあこの後まだね、同志社の全学部1個しか出てないんですけど、まあ毎年2個揃ってやるんで、今年のもう1個待ってます。はい。受けた方はぜひコメントください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.